インタビュー。今のところと関して皆さんにちょっとすみません具体的にいつだくか思い出せないんですけどやっぱり何かまあ面白いものとか普通のものをこう面白い視点で書くみたいな話を昔聞いたことがあって、うん、普通のことを普通に書くなみたいに。 言っっっててももらったことがあ,って、ね、あでもそれはありますよ、ね、それってすみませんど,どういうことだったかなってもうちょっとまた思い出して、うん、だから例えば結論ごごくごく普通のことだったりすするじゃないですか、えー、例えば友達は大事にしよう、うん、でその結論だったら最初から友達は大事にしようでずっとはいかないですよね、うん、要はいかに憎み合う同士の関係があるかみたいなことを書いたりもするし。 その友達を作る難しさみたいなことを書いて最後に落とすことになるんで、うん、やっぱり入りの部分に関してはよくあの新聞記者がいますよね、はい、あの人が犬を噛まないと記事にならないと犬が人を噛んだのはだめだって、うん、だからそこはやっぱりひねって逆から入らないといけないっていうのはあると思いますね、うん、それこそ普通に書かない、うんうん、そこですよね普通に書かないって今普通ってキュアと出ましたけどだから普通っていうのも知ってないといけないってこと。 なのでそこを自由に外せるぐらいあの世間の普通の常識だったり今の社会の在り方みたいなことに関しては分かっている上でそこを外したり入ったりしながら書くっていうことだと思いますね。うん、面白いな。そうすると小説家でずっとこうその土俵に立ち続けてる人って、まあ、まあ怒られちゃいそうですけどなんかクレイジーな人もいると思うんですけどどこかでそういう普通の感覚やっぱり持ってないと思うん長く続いてる人は持ってるよね。うん、でもやっぱりクレイジーな人は クレイジーなままで、やっぱクレイジーな客がつく小説ずっと書いた人もいるんで、それで食べてる人もいます。でもそうすると結構大変だよ。うん。うん。なんかそれこそその時ね、うんし、商業的にはいいかもしれないけど、なんか苦しいですよね。うん、そうですね。うん、だから、そのセレクトの仕方によってはいくらでもんがれるんですよね。例えば恋愛小説を書く場合、主人公を男にする、ゲイにする、ロリコンのデブ戦にする、うん、で、あの、ド M にするみたいな、40個ぐらいのキャラにしたら、 もう運命の人の出会いは一生生きたって一人か二人しかいないじゃないですか <laughs> そんなのでも別に小説を書けるわけだから、はい、ただでもそうやってどんどんたがっていった時にあれ、うん、これ読みているのかなっていうのはふと思うよね。うん、尖れば尖るほど、まあ、全体的な母数としてはやっぱり減るわけですかね。ところが、うん、あの人間って怖いもの見たさがあるじゃないですか、うん、なので恐ろしくおぞましい話とかめちゃくちゃな殺人の仕方例えば地下室に監禁してじわじわと ねえ例えば手足を切ったら医療行為で延命させて片っ端から切り刻んで何ヶ月もかけて殺すみたいな話が好きな人たくさんいるんだよね、うん、今アメリカの犯罪者ですってそんなのばっかりじゃない,はい、はい、連続殺人でひどい殺し方をするっていう日本じゃちょっと出せないようなねいや日本でも出てるけどね、はい、若手の作家が何人かそういうの書いてるよ正直、まあ、全然面白くないんだけどさ <laughs> <laughs> でもそういうの評価されるからねんなんかその、まあ、売れるというかベストセラー うん、ロングセラーって考えた時に、最近僕まだ読み途中なんですけど、イルさんご存知かな、ベストセラーコード。知いう日経から出た、そのアメリカで、いわゆるもうなんかデータで全部ベストセラーの、なんかどういうものがベストセラーかっい,ういわゆる AI みたいな感じで、なんか全部分析したものがあるらしいんですよ。で、それ結構言い得てるみたいなんですけど、うんうん、そういうものって今後本当に出せると思いますいや、出せないじゃないかな。やっぱり難しい。 うん、だから要はあのそれ例えて言えば音楽のあれと似てるよねパッフェルベルの「カノン」うん、あのコードはあ,ー、ね、あの循環コードに関してはそのポップスの中で何百回も使われてヒットをするっていうけれどでもその同じコードを使っても例えばねクリスマスイブは当たるけど、うん、別の誰かが書いたあのカノンコードは全然当たらないみたいなことざら、うん、にあるんで、うん、そこをなぞってるだけじゃやっぱりだめなんだよね。と、うん、となると でそれに AI ははっきり言ってまだものすごいバカなので、あのー、創作に関ししては厳しいと思う、ねえーまあ、実際なんかアメリカでもねそのなんかネ,ネタとかそういうとこだけすでにやってもらってる人いるって言いますけどその作家がでもだ誰なのかっていうの気になるけどいやでも大してうまくない人だから、うん、要はあのー、テーマ設定で「警察、うん、殺人裏切り」みたいなことを入れて。 でそのキーワードいくつか入れるとあらすじを作ってくれるみたいなのもあるんですよソフトで,うん、うん、でその中何百本と出る中でこいつは面白そうだなっていうのをさらに磨いていくみたいな言い方なんですけど、うん、で正直言ってねそういうの下手くそな人がやってるからしかも最終的にはまあなんか叩きの叩きの叩きぐらいになるかもしれないやっぱり最後は自分でやんないとってとか、ね、うんもう最後は多分一文一文自分で書かないとダメでしょうねそのまあ実際いいろろ 書とにかくしかないっていうところもあると思うんですけど、うん、イ,ライラさん聞きたかったのは、まあ、今も昔もですけど、うん、と自分の書いた文章をまあ世に出す前にと、まあ、出版社に出す前にというんですけど、うん、遂行というかあんまりしないですね自分ではもちろん見るわけですよねもちろん見ますけどそんな何十回も読むとか何十回も直すみたいなことは小説の場合はそういうのをやると文章がなんか要はひからていくんだよね いやそれこそこの間もう30年ぐらい前の村上春樹さんと村上龍さんの対談見た時に、うんうん、2>, 2人ともなんか奥さんに見せててだめだしいわゆる一番近くてダイレクトに言ってくれる人みたいな,、うん、なんかそういう感じでその後何回も書き直すみたいなこと言ってて、まあ、いろんな人いると思うんですけど、うん、さん全然違う、うん、別に誰かに読ませようとは思わないですね、うん、でも書き直しもそんなにないいやないですねめんどくさいので、えー、ほとんど直さないで、ね。 えでも,もう人それぞれぞなんでしょうそういうタイプも結構いるんだよね、うん、あの初行が決定校になるタイプの人はそういう人はちょっと感覚的その文章感覚とか文体に特徴があってうまい人が基本的に多いんですけど、うん、それこそまあね直さないと小説にならないよみたいなので第一個出す人もたくさんいるんでジェイカさんもデビュー前というかその,そのデビューする時からもそんなに直されてないないですね、はい、そうか、うん っそのまあ、さっきの自分を話すとか客観的な目線ってことだと思うんですけど、うん、そこがきちんと、まあ、やっぱできてるかできてないかって大事かなと思うんすいやでもそれに関してはねなんかそれぞれの人の文体の特徴があるから分かんないね。うんうん、僕は割と滑らかにつながる文章を書くじゃないですか。はいはい、あるいいは池袋みたいにものすごく人工的だけど その独特のリズムが、ある体とか、ね。そういうように、リズムで書いている人は、基本的にあまり直さない方がいいんだよね。うんうん、正しくすると、リズムが途切れたり、歌がなくなっちゃうんで、うん。リズムって絶対ありますよね、その人の。あのー、要は、そのリズムが。読めるか読めないか、プロかアマの差なんですよ。あのー、例えば。役所の文章とかね、お役人の文章なんかって、読めないじゃないですか。<laughs> はい。はい。ああいうリズムのなさ。 うん、を、ちょっと読んだ上で、自分なりのリズムをどう作るかっていうのを考えた方がいいかもね。<ー>それも、自分なりにいくつか、その。例えば、ほら、クラシックの作曲家も。は四分の三拍子だったり、四分の二拍子だったり、それこそ、何、三分の。何ワルツ、三分の二とか、何でもいろいろ、拍子があるじゃないですか。はいはい、そういうのを、文章で使い分けられると、本当はいいんですよね。ってことですよね。うん、例えば、犯罪のハードなものであれば。 カチッと固くする、うんうん、ねそれこそんだろうハードなジャズとかロックのような文章にして、うん、で恋愛してずっとら,らかく、うん、ねピアノ曲みたいにするとかっていうようなつもりで作っていけば<ー>文体は自然とリズムが変わってくるんで、うん、そういう楽しみもあるので、まあ、書く上では、うん、それはまあ書き手がそういうの好きな人はやればいいんじゃないかなって思いますね。うん、逆に言うとイラーさんそれがまあできるからどっちが先か分かんないですけど、うん、いろんなジャンル書ける、ね、そうですね。はい、うん そういう作品を書く時にも,うもうなんかスイッチ入ってそういう文体になるみたいな,な、ねうん。なるみたいな感じですね、うん、それなの文体を選んで作るっていう感じですかね、うん、その小説ごとに、うんうん、それがまあ楽しいっていうね。うんうん、いわゆる書き手として何だろう そのエッセイとかライターとしてなんかこれでいくみたいのがある人は別に1個でもいいんですかねも,もちろんいいですいいです,いいです、はい。まあ楽しいと思うよ。うんうん、でも1個でいいです。1>, うん、1個で一生これを言いたいみたいなことがある、うんね、そういう人はそれでいいので例えば、うん、あの障害者差別みたいなことを一生訴えたいみたいな人はそれをやればいいので、うん、ただ小説でそれだととちょっとしんどいよねねそ、うん、そうです、ね、それを20冊30冊書くとなったらしんどいなと思うけど、うんうん。なんかまあ 小説家もそうですしフリーのライターなんかもそうですけど今こういう時代でさっきお伝えしたようにう物理的にはすぐ書いてすぐ一応世の中に発信できますけど、うんうん、一回いわゆる、まあ、プロの世界というか会社員新聞社でもテレビでも、まあ、あのコピーライターの会社でもいいと思うんですけど、うん、やっぱりそういうのって入った方がいいですかどどっちでもいいいと思いますけどね、うん、特に小説の場合は コピーライターをやれば小説書けるようになるみたいなこともないですし小説はそれぞれその人なりのオリジナルな形なので別に何も入んなくてもいいとは思うけどただ学生で小説でデビューしてというよりは一般社会に出ていろいろ人を見てからの方がいいよね30歳ぐらいで書けばいいんじゃないですかねいわゆる書き方としてそういうマスコミに入るっていうよりも社会に一回出るってことにそうでいいと思いますね。皆さんもそううい意味では会社員 5年ぐらいかな、うん、でも5年やだけどちょっといい加減んだったからねそ好きじゃなかったし広告あんま楽しくないからさ、うん、広告でもその広告って言いましたけど今日まあイ田さんに話聞きたかったところでもあると思うんで、うん、すけど、あのー、短いセンテンスで例えば本の帯のコピーとか書きますよね、うん、そういうのなんかは本当にやっててよかったですねそれはやっぱり 波の編集者よりは僕の方がうまいので、うん、今回のその何でしょう「不調少年」でも自分で書きましたけどタイトルは「不調少年も」ももちろん考えますけど、はい、そうかそこですよね両方できるっていう人はなかなかいないのがやっぱりそれは両方やってるからかなっていうのちょっとまあ経験だよねコピーライターキャッチコピーを書くっていうのは技術なのでうん、うん、そんなに難しいことじゃないから、うん なんか今その話出たんでちょうど聞きたいんですけど、まあ、今日は作品を書いてっていうところがメインですけど、うん、まあ何らかの自分の商品サービス書くとはちょっと全然関係ないところ、うん、それを世に出す時まさにコピーというか宣伝って大事だと思うんですけどなんかまあすごいシンプルですけどなんかそこでヒントってありますかそういうコピーを売れるコピー,ー <laughs> うわー特にないと思うけどねでも少なくともその作品だったりその人物が世の中に対して持っている角度みたいなのがあるじゃないですかあこの人はこういう角度から入っていくんだ。うん こういうことを言う本なんだっていうそこの過去の部分をシンプルに捕まえて短い文章でさって伝えればいいんじゃないですかね、うん、それぐらいのことしかないと思うんだけど僕らがあの、ね、あの井田さんのサロンでもやって、うん、クリエイティブワークでもそれに近いワーク何回かやりましたけど、うん、やっぱりそれができてる人のなんか読みたくなりますよね、うん、やっぱりちょっとみんな説明しちゃうんだよね、うん、これはこれはこうこうこうで東京大空襲 の話ですみたいなことを書いちゃうんだよね。はい、でもそれだとダメなんだよね。うん、もうちょっとシンボリックにしないと。シンボリックうん。何かを暗示させるとかそういうことですかあるいはその置かれている状況のしんどさをストレートに伝えるとか。うんうんうん。うん、それって、まあ、皆さんみたいに自分で、まあ、なんだろう、キャッチボールみたいに鏡のようにすぐ跳ね返してそういうものを出せる人は、うん、やっぱりいいと思うんですけど、まだまだこれからとかそういう能力を持ち合わせてない人って、やっぱりまあ、例えば、 なんかマイクロですけど自分のブログでも何でもなんですけど、はい、そういうもので一つ一つやって確かめていくしかないのかな、うん、そうですねそれとあともう一つはキャッチコピーの場合はたくさんのことは言えないんですよ俳句みたいなもんなので<ー>俳句だって何もかも言えないじゃないですかな,です、ね、なのであるイメージだったりある考えをギュッとまとめて短く言うしかないの、うん、なのでそこのところじゃないかなそこでみんな何もかもかか言おうとか、うん この本は自分が書いた本だから可愛くて何もかもいいとこいっぱいあるんだよみたいなことを言い始めるとだらだら文章が長くなってどんどん説明になっていくんでそれを言ったらもうねもうお見合いパーティーの下手くそな男の子みたいなもんだよね自己紹介の僕はこうで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 なんてずーっと差しゃってたらもうなんだこいつってことになるじゃない女の子はなんでそこで何かスパッと自分なりの何かいいところをスパッと面白おかしく伝えられれば。 エッセイもそうだしうでも文章に関しては本当答えないよねみんな書いて迷ってるからね皆 <laughs>、はい、さん中ではでも迷いってないわけですよ、ね、いやあるあるあるそれって言語がちょっと難しいかもしれないですけど、C、ってしいてうのはどういうことですかいやだからさ要はこうやって話しているぐらい分かってしまうと分かっているから逆に今書いてるの本当にいいのかなって疑うことになるじゃない。<ー>川端なりもノベルー取った後だよ もう大作家として世界中に名前が売れた後でも、うん、毎回毎回締め切りのたたびにもう俺悩んでたんでだよね、うん、だから自分でも言ってるよね、うん、自分はその締め切りもうギリギリになって、うん、崖から飛び降りるようにええやと思って書き始めると、うん、それで書いてるのがあの短編なのでやっぱそれまでは怖くて書けないし、うん、これで本当にいいのかなってずっと迷ってるんじゃない じじゃあまさになんか身を削る感じですよ、ね、でもそれはもうみんなサッカーはそうだからイラさんも誰でもそうです、うん、安心してこれで OK みたいなことを言いながら書いてるやつも誰もいないので、うん、でもそういうサッカーはもう基本的にもう駄目になっちゃってる人なので厳しいよねその繰り返しだからなそういう意味ではただいずれにしても楽な職業ではない、うん、楽な職業ではないけど逆に言えばまたすごく自由な仕事じゃないですか、うん、というのは。 自分の生活を全部自分の自由にできて、うん、で誰にも気軽なくテーマを選んで好きなものをかけて、うん、でしかもその本を書く上で誰かに頭を下げるとか何かをお願いしないといけないってことが何にもない確かにこれで食べていけてそのこれはいいよねっていう人が買って生きていけるってしたらやっぱ素晴らしいよね、うん、まあそれは歌詞でも作家でも一緒だけど、うん、絵描きでも。うん なんか自分でなかなか難しいかもしれないですけどなんでここまでこう22年一戦でやってこられたと思いま,すまあ基本的には一つそれなりに力があったっていうこととやっぱり飽きずに続けたからじゃないですかね飽きずにうんやっぱり小説の世界も今あのそうだなこの1996年がピークでしょ、うん、だから18年ぐらいで市場が4割縮んでいるんで そそのの中で腐ららずに続けてていいるっていううも大事だだよねそうか,だから96年ピークってことはま,まさにデビューした時がピークみたいな感じそうですね。僕98年なので、うん、もうまだピークの頃にデビューしてそれ以降1年も前の年よりも今年の方が売り上げが上がったやったみたいな年は一回もないんですよ。さん自身が、うん、僕自身がっていうよりうよ、ね、日本の出版全体がってこと、うん、だからそう考えると、うん、なかなかしんどいよね。うん、だからこの前も 講談社の命名って話なんだけど、はい、ほら昔さまだ日本がサムスンとかアップルにやられる前、うん、日本の電機メーカーが調子良かった頃のソニーとか見てるじゃない、はい、なのでそれ以降の日本の電機メーカーの落ち込みなんかを見るとずっと縮み続けるああいうところで働くのって大変だよねって、うん、それこそね98年とか2000年とかに言ってたのに完全に出版全体がそれになりましたよね、うん、音楽と出版は。うん 確かにそうだな想像以上に早いよ、うんだからその落ち込みが止まらないしまだまだ止まらないだろう、うん、もうみんなこれから基本的にコンテンテツにあまりお金を払う意識がなななくくなってくるな、うん、音楽 CD 買わない DVD 買わない本買わないで本が最後生き残ってるけどこれも今ずっと落ちてきてるんで、うん、そう考えるとねそうすると今そのコンテンツっていうところの話出てきましたけど。うんうん まあ書くことはもちろんですけど、そういう何かを作って、それで食べていく。うん、まあそんな何十億も儲けなくても。うん、それって、かなり難しいんですか、今。今、かなり難しいね。個人レベルでも。難しい、すごい難しい。要は、単純に、その96年、ピークだった18年前から、今で言えば、専業作家の数は半分になってると思うね。4割落ちてるってことは。うんうん、中間ぐらいにいって食べられていた人がみんな食べられなくなってるはずなので。うん ちょ,ちょっと名の知れて僕らがよく知ってる人でもまあ明かしてる人もいるでしょうけど、うん、実は全然何か持ち上なちい,い,い,いっぱい、うん,んいいるね。へ厳しいよね。うん、その中でもなんか明るい光が欲しいんですけどでも <laughs> 別に明るくなくていいんじゃないかなでもそれでやっぱり食いたい人もいるわけじゃないですかうん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 ういやだからうまくうまくはまって当たればもちろん大きいので。 音楽がこれれだだけけ入れないっっってて言もメネズ原あるいは、ね、バックナンバーとか、うん、ああいう系でやっぱ当たればちょっと大きいじゃないですか。うん、なのでそういう風にたまに当たる人もいるよっていうぐらいのことしか言えないですね、うん、今だって例えば「君の水い臓」的なものもあるし「うんうん、ラなベもあったりするんで、うん、当たればまあ大きい仕事だけどそれを続けるのは結構大変だよって感じかな。うん ちょっとよくあるそれこそね、まあ自己啓発とかこう A.A.O. のビジネス系のね、うん、本だったりそういう人だと、もう好きな時代だからもうとにかく貫けば食っていけるよと、うん、そういうまあ書くことでも何か見えてくるよって、うん、まあ言う人もいるし、まあ僕もこう伊賀さんに言ってほしいところですけど、まあそういう意味ではそこは難しい。小説の場合はやっぱ力がないとどんなに貫いてもダメだよね。うん、もう次の本出してもらえないからね。うん、あれ全然面白くないなっていうのを何冊も出したらもうダメだから。うんうん なんかそのいわゆる出版社を介さないね、うん、まあ自分で出すとか、うん、Kindle も物理的には出せますけどでも荒れてるね、うん、ああいうところでヒットする本って SF とかミステリーではたまにあるんだけどなんかちょっと歪んだ変な本が多いかなやっぱりいわゆる本できちんと出て受けられるものとはやっぱ違う、うん、なんかひっかけでで一発アアイディアでね,、うんね なんか最後に「どんでん返し」かなんかでああそうくるんだみたいなのでやる、うん、実は下手くそな小説とか、うん、文章は全然なってないとか、うん、あるいはそれこそ異世界転生ものだよね異世界転生もの300冊目の異世界転生とか、うん、萌え系のやつとかそういうのみんな書いてるけどまあ本当に面白いのないからね。そのとやっぱりこう 急がば回れじゃないですけど、まあそれでもやっぱり書く,書くことで、まあ小説にしろ何かそういう実用書かわかんないですけど、うん、それできちんとそれなりにやっていきたいっていう人は、やっぱり今の既存のルートあの、その中でコツコツ頑張って評判を高めていくしかないんじゃないかな。うんうん、でもその評判は弱くないよ。ネットで一発当たるとか、うん、たまたま中高生に受けてね、うん、曲がヒットするっていうのとは違って、 やっぱ業界人はみんな本好きだしちゃんと読んでるんで、うんうん、わあこの人いいなとか力があるなっていうことになればだんだんと引っ張りだこになるんで、うん、そしたらどうなったって仕事は増えていくし、うん、そこそこちゃんと売れるようになるよね。うん、こうきちんと遠いように見えても、うん、遠いように見えてもなんか遠回りの道をコツコツ行くのが本当にいいと思うけどね、うん、なんか変なので引っ掛けて当ててやろうとかなんかねわけの分かんないセミナーみたいなので。 ねえちょっと客だまして売ろうみたいなのはよくないと思うけどね、うん、実際冒頭でもなんかお聞きしたようにやっぱりなんか残ってる人ってふご誤解するには普通にそこの王道をきちんとコツコツやってる人のような気が人だすね。うんだ